中津笠弘氏は、日本の政治家。大阪維新の会所属の大阪府議会議員。大阪府平方市長、大阪府市長会会長会長などを歴任。1956年3月大阪府平方市、生まれ。平方市立都の山田二小学校、平方市立第三中学校、大阪府立寝屋川高等学校、早稲田大学第一文学部卒業。 卒業後、産経新聞社に入社し、京都市局を経て、東京本社政治部記者となる。政治部記者時代は、中曽根康弘首相、自由民主党などを担当。1987年4月、大阪府議会議員選挙に、自民党公認で立候補し当選。1993年7月まで2期6年務める。 1993年7月第40回衆議院議員総選挙に、旧大阪7区から自由民主党公認で立候補したが落選。1995年4月平方市市長選挙に、無所属で立候補し当選。2007年9月まで12年間務める。2009年12月から2010年11月まで、大阪府柏原市の岡本康明市長の招きにより、 同市の町づくり戦略会議議長に就任し、事業仕分けなどを担当。2011年8月、平方市長選挙に立候補するが、時点で落選。2015年4月、大阪府議会議員選挙で無所属で立候補し当選。当選後は、大阪維新の会へ、府議会会入りをする。2019年に再選。2020年3月、 直衆議院議員総選挙の日本維新の会の候補者として大阪11区支部長に内定。2005年に平方市が行った第二清掃工場の建設に伴う入札において大阪地検特捜部が2007年、完成談合の疑いで強制捜査に着手。2007年7月31日、競売入札妨害罪で大阪府警警部補、 工事を受注した大林組の役員らと共に、大阪地検特捜部に逮捕、起訴され、同年9月10日に辞職。中塚さんは、事実5人による冤罪を主張したが、大阪地方裁判所は2009年4月28日、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。中塚さんは即日控訴したが2010年11月、大阪高裁で、 高速企画、2013年2月に最高裁で、上告が棄却され有罪が確定した。日本経済新聞が2007年7月6日付け長官で、中塚さがゼネコンから接待を頻繁に受けていたとする内容の記事を掲載したが、中塚さは、この記事は虚偽であるとして、2010年に大阪地方裁判所に訴訟を提起。2012年6月15日に、同治祭は、 取材内容はお粗末だなどとして名誉毀損を認め、中塚さに対し600万円を支払うよう日本経済新聞社に命じた。この判決は双方が不服として控訴したが大阪高等裁判所は和解を勧告し11月9日に和解が成立日経側が解決金として400万円を支払うこととなった。この裁判を通して 日系の取材が不十分であったことと同時に取材に対し検察幹部がミスリードする発言をしていたことが明らかになった。ありがとうございます。